出雲、片越間の出雲と加賀の航空母艦化が進んでいますね。1回目の改修工事が終わった出雲より先に加賀の外観が急展開を見せているようです。滑走路が短いだけじゃなく、艦首が台形だと危険らしいんです。今回は出雲と加賀の改修の様子を見てみましょう。運用開始はまだ先のようですね。2023年度の防衛費が過去最大の6兆8219億円となりました。このうち、海上自衛隊の最大の艦艇であるヘリコプターを搭載できる出雲、片越艦の1番艦、出雲と2番艦、加賀に F-35B を艦載機とする軽空母化の改修費用52億円が含まれています。現在、出雲、片越艦の1番艦、出雲と2番艦、加賀の改修は段階的に進められており、5年に一度実施される大規模な定期検査を利用して、それぞれ2回に分けて改修工事が予定されています。そこで、短距離離陸と垂直着陸が可能なアメリカ製のステルス戦闘機 F-35B を搭載するには、着陸する際、下方へ噴出する1000度以上の高熱になるエンジンの排気熱に対する甲板の耐熱処理や艦首を現在の体型から四角くする等の改修工事が必要になります。まず、海上自衛隊の横須賀基地を母港とする出雲が2019年末よりジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場にて F-35B が離着陸できるための最低限の改修工事が行われ、2021年6月末に1回目の工事を終え、現在通常の任務を行っています。そもそも出雲型には設計当初から後に F-35B を搭載することを想定していたので、エレベーターなどの大掛かりな工事は行われていません。そこで具体的には、1回目の改修で高温の排気熱に耐えられるように飛行甲板の特定の場所、つまり F-35B が着艦すると想定されているヘリコプター発着艦用のスポットに特殊な塗装を施し、耐熱処理や電源設備の設置が行われ、インフラ設備が整えられました。飛行甲板には、艦首から艦尾まで、黄色いセンターライン、つまり標識線、トムラインが引かれ、艦載機が着陸する際に、パイロットを導くためのもので、これは、アメリカ海軍の空母や強襲揚陸艦と同様のものです。2021年10月5日に行われた、アメリカ海兵隊の F-35B を使用した、出雲の発着艦試験でも、パイロットは、この標識線、トムラインに、機体の中心を合わせて着陸しています。この時、これまで、ヘリコプターによる、回転翼機のみを運用していた海上自衛隊で、初めて、固定翼機による、発着艦試験を成功させたことは、歴史的な出来事でした。飛行甲板の黄色いセンターライン、標識線、トムラインと並行して、交互に赤と白のセーフパーキングラインが引かれていて、このラインは、左舷側が滑走路で、右舷側に環境構造物の設置、駐機スペース、エプロンだとする目印である。つまり、このトムラインに、機体の中心を合わせて着陸すれば、右側の環境構造物に干渉しないということですね。それと、黄色いセンターラインと交差するように、2本のラインが引かれており、F-35B が短距離発艦する際に、水力ノズルを下に向ける目安となっています。甲板に機体が着陸するときの数や目も設置されています。今回の改修工事では、外観上の形状の変化はありませんでしたが、F-35B を安全に運用するために、現在、飛行甲板の先端部は台形ですが、
今後、艦首部分を四角形に拡張し、滑走路を長く、艦載機の露天駐機場所を確保するための工事が予定されています。F-35B は、ストーブル、短距離離陸、垂直離陸機とはいえ、発艦する際は、やはり、滑走路は、少しでも長い方がいいので、艦首部分を四角形に拡幅する必要があるというわけです。そこで、次回の2024年度末から始まる、いずもの第2回目の改修で、F-35B の発着艦を可能にするための、艦首部分を四角形にする工事が予定されており、2026年度中に完了する見込みである。一方、2番艦の、加賀は、2022年3月より、ジャパンマリンユナイテッド呉事業所において、軽空母化の1回目の改修工事に入っており、いずもが1回目に行った飛行甲板の強化のための耐熱塗装などが行われました。加賀は、最も先が細くなっていく、台形の艦首だと、このまま航行していると、細くなっている先端部に乱気流が発生し、F-35B が短距離発艦時に危険なため、いずもに先駆けて、艦首形状を四角形にする、拡幅工事が実施されています。F-35B を安全に運用できるよう、少しでも滑走路は長く、乱気流による危険を防ぐため、艦首部分に、甲板を横に付け足し、四角形に改良されています。1回目の改修工事は、2023年には終わる予定で、2回目の改修は、2026年と2027年度に実施される予定です。加賀は、2回目の改修に向け、まず、発艦誘導装置を取得します。発艦誘導装置は、レイセオン社が開発し、F-35B などの航空機を、悪天候の下でも、GPS 衛星信号と抜き性後方システムを利用して、高精度で、航空母艦や強襲揚陸艦を、あらゆる天候や海面の状況でも、自動的に、着艦を誘導するシステムである。この発艦誘導装置は、アメリカ空軍の、航空母艦や強襲揚陸艦に配備しており、イギリスやイタリアの航空母艦にも提供されています。これを、いずもと、加賀の両艦に2も搭載される予定です。F-35 ライトニング 2B は、短距離離陸、垂直着陸の戦闘機だと知られていますが、システム的には、垂直離陸も可能だと言われており、万能な戦闘機と定評があります。とはいえ、搭載できる燃料や兵装の量からすれば、やはり離陸時の負担が少ない短距離離陸での運用が最適だと考えられます。アメリカ海軍のワスプ級強襲揚陸艦から F-35B を運用するために、艦首部分が四角形になっており、今回の出雲型の改修は、アメリカ海軍と同じ型にすることで、相互運用を想定したのではないでしょうか。また、イギリス海軍の航空母艦クイーン・エリザベスは、F-35B を艦載機とする航空母艦であることから、スキージャンプ式の滑走路を備えることが、F-35B を効率的に運用するためには不可欠となっています。しかし、出雲や加賀では、F-35B 戦闘機を搭載したとしても、ヘリコプターの運用を重視しており、対戦ヘリコプター空母として運用するために、船体前方下部には、対戦戦闘用の大型ソナーを設置しています。ここに、スキージャンプ式の発艦装置を設置すれば、艦艇のバランスが悪くなることが、心配ですね。最悪の場合には、艦艇上部の重量配分が重くなる、トップヘビー状態になる可能性も出てきます。そうなると、台風や荒天時に、波の影響を受け艦が転覆してしまう、危険性も考えられます。日本政府は、F-35 ライトニング 2B を、艦載機として、常時の運用はしないと、
明言しており、従来通り、対戦ヘリコプターを搭載し運用する予定なので、こういったことから、伊豆、元加賀には、スキージャンプ式発艦装置は設置しないようです。まだ、伊豆、モノ飛行甲板の艦首部分を四角形にする改修工事が残っていますが、現在の計画では、F-35B ライトニング 2B を艦載機として運用するための認証を得ようとしていますので、運用そのものは問題ないと考えていいでしょう。出雲が2022年内にアメリカ東海岸に赴いて F-35B の運用の認証を得て、2025年に残りの改修を受け、2027年頃の稼働が想定されています。一方の加賀は2024年内に F-35 ライトニング 2B 型の運用の認証を得て、2026年までに残りの改修工事を終え、出雲と同様に2027年頃から航空母艦としての本格運用が可能になるのではないかと考えられます。また、2023年度の防衛費の中には、艦載機となる F-35B を6機調達することが盛り込まれており、海上自衛隊では F-35B を総数で42機の導入を予定しています。最初に F-35B が配備される拠点としては、宮崎県の航空自衛隊の新田原、ニュータバル基地に配備され、必要に応じて航空母艦化された出雲、型に艦載され、2024年度からの配備が予定されています。新田原基地に配備される理由としては、今後、馬毛島、鹿児島県に自衛隊施設を整備する予定であることと、広島の呉に、加賀が配備されていることから、連携を深めることが可能な位置だとして配備されることとなったようです。現状の計画通りに進め、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とした海上自衛隊の航空母艦の運用開始は4年以上先のことになりそうですね。その頃には現行の大隅型輸送艦の代替艦の建造も準備が進んでいると思われますので、その仕様や進捗状況も気になります。出雲と加賀の F-35B 戦闘機運用実績によっては、本格的な航空母艦としての運用、あるいは海上自衛隊初の強襲揚陸艦として、それらを代替運用する可能性も考えられます。もしそうなった場合、日本国憲法の解釈から、自衛隊は自衛のための最低限の実力を備えた組織であり、攻撃的な兵器、兵装を保有することは禁止としていることから、これまで航空母艦の保有を見合わせてきました。しかし、攻撃的な航空母艦の保有は禁じられているが、防衛に用いる航空母艦であれば、憲法や自衛隊の理念には反さないという日本政府の見解も正直なところ複雑である。今後、慎重に議論が重ねられ、非凡の安全保障環境が守られることを願うのみですね。